こうやって自警団を、ね、結成しなきゃいけないぐらいに日本は追い込まれているんだという、ですね。その事実に気が付く日本人がいないっていうのが私は悲しいですよね。本当に日本人のレベルが落ちたというですね。うん、なんで自警団が、ね、必要なのか、それは危険だからですよね。じゃあ、なんで危険なんだ、外国人が入ってるからでしょう、ね。じゃあ、外国人はねどんどん日本に受け入れるっていう、今の移民解放政策ですよね。 これが正しかったのかって言ったらもう答えははっきり出てるわけですよ。それでもまだ移民移民と言って受け入れてる。バカとしか言いようがないんですよね。まあバカしかいないからこんな国になっちゃったんですけれどもね。普段はね、ヨーロッパからどう見られてる、アメリカからどう見られてる、やたらめったら気にするくせに、で、移民がどんどん入ってきて、日本人が困ってるのに何にもしようとしない。それどころか、その移民に対してね、 抗議の声を上げることさえ差別だと言って騒ぐバカじゃねえかというですね。だからそんなものを気にしない人たちですよね。ふざけんなと。この国は日本人の国であって、お前たちの国なんかじゃないんだと。それが言える人だけが集まればよろしいと思います。今の日本ね、どうにもならない状況に陥りつつあるわけですよね。まあ、その中で戦っていくっていうのはね、本当に難しいことだと思います。1億2000万人がそた多さく状態ですから、 1>, 1億2000万ですよ。1人2人多護作じゃなくて、1000人2000人多護作じゃなくて、1億2000万が総多護作ですのでね。まあ、その中で戦うって本当に難しいと思うんですよ。まあ、だから皆さんのね、中でも、あの、まあ、人目をね、気にする人、あるいはどうしてもね、あの、周りが気になるっていう人は、もう日本諦めてくださいな。うん、しょうがないじゃん。周り気にしてたらとてもじゃないけれども、 こんなことできないわけですよね。外人にね、抗議の声を上げることできないでしょうに。今の日本の政策に抗議の声を上げることできないでしょうに。そうなんだ。から、正義は自分にあるんだっていうことを信じる心ですよね。それが一番大切なんです。でも、その信じる心が持てないんだったら、諦めろって言ってるんです。ここにも来なくていいし、で、こんな番組見なくてい,いけいいんですよ。YouTube のね、あの、なんかいつもおちゃらけてるですね、番組ですよね。うん で、そんな番組見てですね、ヘラヘラヘラーって笑ってりゃいいじゃん。何の問題もないですから。で、そのまま日本と共に死滅すりゃいいだけの話ですから。そうでない人だけに呼びかけてるんですよ。目覚めよ、日本とか言ってるバカもいるけど、目覚めねえからこんなことになってんだろうっていうですね。少しでもこう、日本のためになれば、日本の役に立てばとはいつも思ってはいるんですけれどもね、うん。まあ、とにかく足引っ張る連中ばっかりですからね。